同速の炎炎は火の中でも気体が燃焼するときに見られる炎のような光と熱を発している部分を指す。語源は火の炎から由来していると言われている。気体以外が燃焼する場合にも炎が見られることがあるが、これらも実際には一旦可燃性の気体が生成してそれが燃焼している。例えば石油の燃焼では熱によって一部が気化してそれが燃焼して 炎を生じる。木材の燃焼では、熱によって木材を構成する物質の一部が分解して、可燃性の気体を生じて、それが燃焼し、炎を生じる。ろうそくの炎の構造。炎の構造は、燃焼する可燃性の気体に、あらかじめ酸素が混ぜられているかどうかによって異なる。ろうそくの炎では、熱によって発生した可燃性の気体と周囲の空気中の酸素が、 拡散によって混合することによって燃焼している。このような場合には、炎の外側ほど酸素の濃度が高くなり、その濃度に応じて、炎は大きく分けて3つの部分に分けられる。炎の一番外側は外炎と呼ばれる。ここは、酸素との接触が十分であるため、酸化反応が迅速に進行して熱を発生しており、炎の中で最も高温となっている。ここに、 他の物質を投入すると豊富な酸素と高い温度により酸化反応が進行するため酸化塩とも呼ばれる。外塩には CH、C2 といった反応中間体が存在しており、これらが熱によって冷気されて発光している。これらは主に青の気線スペクトルを持つ光を放射しているが、この光はあまり強くなく明るい場所では目立たない。その内側には 内炎と呼ばれる部分がある。ここは外側の外炎で酸素が消費されており、酸素の供給が不十分となるため、酸化反応はあまり進行せず温度が若干低い。酸素が不足しているので、ここに酸化物を投入すると、酸化物から酸素を奪う還元反応が進行する。そのため還元炎とも呼ばれる。ここでは不完全燃焼が起こっており、 炭素の微粒子が発生している。この微粒子が熱放射によって主にオレンジ色をした連続スペクトルを持つ光を放射する。炎の中では一番明るく光って見える部分である。炎の中心部は炎心と呼ばれており、酸素がほとんど供給されておらず、温度も低いために未反応の可燃性気体が存在している。ここは光を発していないため暗く見える。 文前バーナーの炎では、あらかじめ空気と可燃性の気体を一定の比率で混ぜて燃焼させる。このような炎では、炎全体に酸素が十分に供給されるため、炎全体が核酸燃焼の外炎と同じような青い炎となり顕著な構造を持たなくなる。炎はその熱によって、周囲の空気の密度を小さくし、自身の周囲に上昇気流を発生させる。 この上昇気流によって、炎を形成する気体が吹き流されて、炎の炎のような形が作られている。この上昇気流には燃焼の結果生成するに、酸化炭素を除去し、新しい酸素を供給する働きもある。大きい炎では、乱流も発生する。無重量状態においては、上昇気流ができないため、炎は休憩となり、新しい酸素が供給されにくいために、 すぐに消えてしまう。酸素供給量の違いによる色の違い。数字が大きくなるほど酸素供給量が多い。有機物の燃焼の場合、炎の色は外炎においては CH や C2 といった物質の発光、内炎においては炭素の微粒子の発光によって決まっている。炭素含量の少なく酸素を含む有機物、例えばメタノールの燃焼においては、 炭素の微粒子の発生量が少ないため、内縁が目立たずに、炎がほとんど見えないという特徴がある。また、有機物以外の燃焼では、炎の色が異なる。例えば水素の燃焼で生じる炎はほとんど、色を持たないが、硫黄の燃焼で生じる炎は青色である。金属自身を燃焼させたり、炎の中に金属の塩を投入すると、炎の色が変化することがある。 これは熱によって炎の中に金属のイオンが発生し、これが熱冷気されて発光するためである。金属の種類によって色が決まっており、炎色反応と呼ばれている。これは金属の定性分析、定量分析に利用されている。炎、特に外炎は高温で人間の皮膚が直接触れると火傷を起こす。炎が激しく燃える様から体の一部が 最近や科学的な反応によって発熱や発赤を引き起こす症状を炎症と呼ぶ。また、強い恋愛感情や憎悪などの感情は炎に例えられることがある。ありがとうございます。